ジャン君8歳のお誕生日おめでとう。おめでとう。8歳です。ポンちゃんもいます。はい、ハッピーバースデー。バースデーで、ジャン君はもうあんまり遊んだりとかしてもらえないので、あんまり買ったことないおやつを買ってみました。うん、薄焼き貝柱、これは黒犬大好きそう、うん、ちょっと炙って食べたら美味しそうだけど、ジャン君にあげるわ。でしょ。そしてこれは鶏ささみ削り節、これはジャン君にあげる、うん、でこれはなんだっけ、炙りワカサギ、ワカサギ、ワカサギ、なんかちょっと美味しそうでしょ。なんかどうだろう、お酒のおつまみだよこれは。そしてこれですね、これだったら遊んでくれるかもしれないって思ったけど、まあ多分ポンちゃんにあんずちゃんのものになってしまうか。最近あんずちゃんがよく遊ぶからね、うん、はい、こんな感じです。これを膨らましましょう。これをアルミバルーン、大きくします。はい、こんな風になりますよ。頑張れ、おそう頑張れ。肺活量3000、そこそこ。ポンちゃんが、おう、ポンちゃん怖くないよ。ああ、ジャンクの顔。大丈夫だよ、飛ばないや、飛ばない、あの人間の息だから飛ばなくなってるよ、大丈夫。ちょっとクラクラします。こんな感じに近すぎてなりました。誰かの爪でパンと行くと思いますが、うん、今日はジャン君誕生日の飾りです。はい、ジャン君どうかな、怖くないよ。じゃあ後でジャン君に来てもらいましょう。うん、あ、ポンちゃんも、ポンちゃんビビったな。ポンちゃんにもおやつあげるよ、ジャン君のね、ジャン君の誕生日おやつね。はい、アンズちゃんは何か面白いことがあるのかなと思って出てきました。今日はアンズちゃんが、ちょっとびっくりしてですね、注射に行けなかったのね。それでさっきから黒犬パパとマオイママは一生懸命機嫌を取ってですね、仲良くなろうよっていう風にしています。このジャン君の怖いか、怖いね。笑わなかったら触ってもいいよ。はい、誰も触りません。はい、じゃんくん、まったくですか。じゃんくん、これは結構好きだったよね。前はちょっと遊んだよね。じゃんくん遊ばないとすぐにあんずちゃんのものになっちゃいますよ。そう、前はね、まあ、今眠いだろうから後で遊ぼうね。前はポンちゃんのものになってたけどさ、最近はアンズちゃんのもの、順番だね。はい、また後でね。じゃあ、ジャン君のご飯、ご飯っていうかおやつ。はい、おつまみみたい。おっさんの居酒屋のお皿みたいですが、これがお誕生日のケーキ代わりです。はい、ちゃんさん、例えばこんなの匂いだ。どうぞ。こそこそ、おいしい、おいしい。じゃあ、ジャン君、おいしいわ、おいしいわ、おいしいわ。じゃあ、ポンちゃんにもあげていい？はい、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ジャン君のこっち大きい方、
こっちの大きい。じゃあこっちにしよっか。はい、ガーちゃん。ポンちゃん、ジャン君、ハッピーバースデー、おこぼれどうちゃん、おめでとう、おめでとうって、はい、あ、この鉢をどかす、はい、下まで出てくるかちょっと上げてみようかな。これ食べるかな、これどうかな、おいしい、あ、おいしいよ、あれ、こっち、どこない、これ美味しかったんだね、やっぱりパリパリ好きか、こっちもちょっとパリパリしてるんだよ、どれどうぞ、でも味しないよ、ささみ全く味なしどうぞどうぞ、じゃあこの大物はどうですか、ちゃんはちょっとちぎってみようかな、居酒屋ダメですか、前にね、揚げた時ね、この炒飯じゃないとダメですか、これっぽいの食べたんだけどな、どうぞ、では揚げたいの、あんずちゃんどうぞ、お試しあれ、ワカサギが良かったな、うん、あれアンズちゃん、人が近いとダメか、じゃあどうぞ、ちょっとこれ割ってあげようかな、大きいよね、この辺もちょっと、はい、どうぞ、もうちょっと近づける、はい、どうぞ、いいよ、食べて、どうぞ、なんか違う、取りましょうか、ジャンさん、うん、取れる、うん、美味しいね、落ちてる、落ちてる、あ、ってことはワカサギはペロッといった、今食べたってこと、うん、すごいね、ジャン君、美味しかった、え、これはこれはお好きじゃない、はい、味がしない、うん、ささみはいいって言ってたけど、そうなのよ、ささみにチュールつけるかそれからもうちょっと細かくして、うん、あご飯に混ぜるか、そうそうそう、はい、あとはバルーンの前で記念写真が撮れたらいいんですけど、ジャン君はもうお眠みたいなんですね、おいしいね、ジャン君ね、ジャン君が8歳の誕生日を迎えてしまったので、だいぶ遅い時間なんですけどね、しょうがないっすよ、それはしょうがない、こんなものを食べることにします。これは何、これなんかね、パンプキン、え、うん、リンゴ、あ、リンゴ、うん、チーズとリンゴみたいだよ、アップルパイじゃないね、うん、新メニューみたいな、なんだっけ、うん、新製品、商品、はい、
って書いてあったです。黒犬が好きそうだから両方ともそういう選び方なのかな。黒犬はねスタンダードなそうこういうベーシックなやつ好きなんですよ、うん、それとアップル好きですよ。でもねちょっとチーズが使ってあるけどね、うん、主にこれを8割、うん、これ2割いただき、うん、ではいただきます。ジャン君お誕生日おめでとう。おめでとう。ちゃんとマオイママに甘えるようになっています。よかったです、よかったです。明日また騙しますけどその後また優しくするから勘弁してね。ねえ、いいね、おじちゃんだけですよ。うん、おじちゃん平気に戻ろうかね。戻ってくれる？ご飯で戻ってくれるかな？はい、うん、優しいね。うん、うん、シリシリして。やったね。やったね。うん、うん、どうするね。あずちゃんご飯でケージに戻りましょうよ。戻れませんのでまたおもちゃで呼びます。これ使う？あずちゃんほらお乳のお兄ちゃんのお乳があったよ。ふるふるはい、はい、戻りました。戻りました。またね。